とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモッド入れております。二つ入れてますね。まず一つ目が、ボスラッシュです。簡単なボスラッシュの方ですね。そしてもう一つ、ナイトメアモッドです。このナイトメアモッドが、とにかく難しくって、クリアできないレベルなんだよね。そこを今日はやっていきたいと思います。ボスラッシュだから、まあボスさえ倒せればなんとかなるんで、いけるかもしれないね。自信がある装備でいきます。武器は覆われた怒りのアーティファクトシナジー、リフレッシュ、痛みサイクル、虚無ですね。で、防具にフルメタル、ポーションバリア、クールダウン、最後の叫び、シナジーですね。で、無限のパープルストームを入れております。で、ドラ、キノコ、羽ですね。HP がある程度減ってきたら、この、防具のシナジーの効果を使って回復をする。まあ、そういうちょっと逃げを使いながらやっていきたいと思います。いけるかな？それでは、行きましょうか。このザコですら確か強いんだよね。あ、いや、そうでもない、そうでもない。よっしゃ、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。いけんじゃない、あ、いや、減らないね。危ねえ。減らねえなー。ちょっと待って。オッケー。とりあえず。オッケー。痛みが出れば、倒せる。ちょっと待ってよ。痛みは、今、1か。オッケー。ちょっと待って。あ、わかったわかった。まあ、もう完全にポーションバリアだな。完全にポーションバリアじゃないと、やばいっていうわけね。オッケーオッケーオッケー。わかってるわかってる。あぶね！よし、倒した。で、あー、なるほどね。ここの雑魚が出るわけね。はい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 。雑魚でこのレベル。で、次出たときに、オッケー。あー、ちょっと厳しいかな。オッケー。あぶねー。とりあえず一体ずつ確実に仕留めていこう。いや、ちょっと待って、確実に仕留められない。いや、ちょっと仕留められないな。ちょっと待って待って待って、これ無理じゃない。オッケー。とりあえずポーションバリアを使って確実にね。あぶねー。もう下にいたでしょ。いや、回復してる。そうか、こいつ回復するんだった。おっしゃ、オッケー。とにかくポーションバリアだ。いや、全然減らねえ。ちょっと待って、ポーションバリア使ってこれかよ。しゃあった。やばいね。減らせない。え、ちょ無理。いや、これ、いや、まあ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 。いけてはいるな。若干ずつ減らせてはいるんで。オッケー。よっしゃ。あー！一体も倒しきれんか？大釜を。ちょっと待てよ。危ねえ。ちょっと矢を取りたかったけども、無理だ。あー、全然耐えれない。ギャー、オッケー。うん、これ1000万とか確実に出る感じなんだけどね。はーい、ダメージがえぐすぎる。これポーションバリア使ってるよ。ちょっと待って、回復します。でもこの回復を測ってる間に回復するのよね、あいつが。やっべえ。オッケー、あぶね。オッケー。うわー、あー、やばい、きつい。大釜さえも倒せないか。大釜さえ無理。いけるでしょ、大釜ぐらいは。
あぶねえ。うん、ちょい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 、オッケー、回復した。ちょっと待てよ、とりあえず1体倒した。いくぞ、これきつい。あぶねえ、くそ、マジで難しい。これなんなん、ちょっと待って、くそ、倒しきれない。ちょっと待って、なんとかまだポーションバリアを使って突っ込みましょう。まだ諦めてないよ、せめて次のボスぐらいまでは姿を見てやる。あぶねえ、あぶねえ、うん、やばい、逃げろ。ポーションバリア切れた途端やられる。減ってる？敵の HP 減ってるのかい？減ってない気がするんだけどね。いやー、無理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 、そう、あー、これ無理だわ、無理無理。いや、無理ゲー、あれはね、無理だわ。え、確実にダメージ与えれるでしょ。ねえ、2000万とか出て痛みが溜まった時はもうやっぱ6000万とか1億超えのダメージも出たりするのよ。うん、確実に強いはずなんだけど、これで全くダメージ入んないんだよね。多分敵の HP が数百億あるとかだろうね。もうずっと叩き続けてあの感じなんで、いやー、これは厳しいんじゃない？あの敵の数だしさ、大釜じゃなくて、そうねー、レッドストーンの怪物とかムーシルムモンスターズ、まあ HP は高いだろうけども、雑魚敵は少ないし、そのうち倒せるっていうぐらいだと思うんだけど、いやー、大釜はね厳しい。敵がむちゃくちゃ出るし、厳しかったっすね。はい。ちょっとこのナイトメアの攻略法ありましたら教えてください。ちょっと無理と思うけどな。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。